目見れる人女子のあと近いと思うんです。この距離だったらもう無理です、うん、この距離だったらもうあっってなっちゃうんでそうなっちゃうね。本当に女子かい本当にダメです。自分が女だったら付き合いたい声優はほらもうなんかちょっと、俺なんでノリノリなんだよ。俺マジカイト、石川カイト。あれだってあれはさ、だって闇があるとかなんとか言ってたじゃん、もうずっとだからだシュッとしてんじゃん見た目、でうまいしさ声いいしさ、うん、センスあるでしょ、うん、なのにほらなんかこじらせてるっぽいじゃん、うん、そこねあるある。俺が舵取ってやんよみたいな、俺がって言ったのは女側でね、俺が女だったらみたいな、私がなんかこの男をもっと一人前に仕立ててやるわみたいな感じに燃えちゃうかもしれない俺が女だったら。どっかね、あれじゃない、母性本能くすぐるとこあるんじゃないの彼も。いや、あるでしょ、ある、これは絶対にあるね。絶対年上にモテまくってるはずで。でも石川海人はなんか弟にしたい。マッシュを崩してください。でも全然崩して崩して、ということで石川海人くんです、よろしくお願いいたします。お願いします。めっちゃ緊張しますねこれね。本当、そう全然緊張しないでしょ、大丈夫。なんでまだ付き合いたいらしい。いや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 、キチそうですか、で緊張します。海人くんはあれ、はい、谷山紀章さんとはお会いするのはどれぐらい。でもね、あの飲みじゃない、去年ぐらいに何か飲んだ時以来じゃない、ね、仕事はもう全然一緒にならん。でも、うん、昨日か、うん、昨日かなんか、うん、スタジオで歩いていく紀章さんを見ました。昨日、はい、おー夕方、あ、あ違うわ、あ、紀章さんが歩いてるな、僕のこと闇深いって言った人だって思いながら見てました。そうね、ご挨拶しようと思ったんですけど、こじらしてる、こじらしてるとも言ってました。こじらせてはないです。あ、あ、うん、いってらっしゃい、いってらっしゃい。飲み物だ、いただきます。そうそうそう、いただきます。ハイボールです。目ってどんな目がいいの。目は、大きい目なら何でもいいっす。口ほどにものを言いますからね、目は。そう、表情読みやすいってもありますけど。目見れる人女子の、あ、と近いと思うんです。この距離だったら、うん、無理です。この距離だったらもうあってなっちゃうんで。いや、そうなっちゃうね。本当に女子かい。本当にダメです。でもこう机とかなんか挟んでれば見れます。机を挟んでれば見えるんだ。はい、挟まないと無理です。基本的にはシャイだもんね。なるほど、そうですね、だから今紀章さんともあんまり目を合わせられない。なんでね。さっきあの自分が女だったら付き合いたい声優はって言った時に名前が出たんで、ちょっと意識しちゃったもん。無意識しちゃったよ。ここ俺いい感じだよ、ここ。いや、もうこれは本当に素晴らしい筋肉です。これは素晴らしい。 ね何やってんの。これなかなかいいんだよ、これ欲しい。ここ、うん、これは本当に、ここはね、なかなかしゃぶりつきたいもん、うん、しゃぶりつきたいの。小持ちししゃもって言われてます。ししゃも金がすごいいいな。